あいつを抜けばいいんだ。ほら、どけ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 、ほらどけ、ほらよし、抜いた。あ、抜けない。事故った。わけわかんないな、これ。ほら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 。どけどけ。やばい、30秒。寂しいね、なんか。なんか記念にやってみましょう。よいしょ。1000円しか入んねえか。よいしょ。これを入れるのか。中学生ぶりかも。
からん。お疲れ様です。ここ、私の地元の大塚のバッティングセンターがね、こう書いてある通り6月30日で閉店ということでね、このよく2階で、溜まったりしてました。はい、本当懐かしいですね。中学もう物心ついた頃にはまあここがあって、あの玉拾いに行って下のパチンコ屋で玉拾って、ジャンプを買ったりですね。ここなんですよ、あの月曜日に出るジャンプが、景品だったら土曜日に買えるというね、あの球を拾ったりしてね、ジャンプを買ったり、まあ、本当にずっと共に育ってきたような、場所なんですよね、ここバッティングセンターで。もっとゲームがいっぱい、テトリスとかもいっぱいあったんですけど、今はなかったですけど、はい、そういうゆかりの土地でございます。でこれがね、取り崩されるっていうことなんですけど、結構敷地がでかいんで、めちゃめちゃ大きい建物が建つんじゃないかなと思って、もうどん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 大塚っていう街も変わっていくんだなっていうことを実感しております。はい、本当に長い間ありがとうございました。じゃあね。